サラ。怪我のこと？大丈夫よ。こんなのどうってことないわ。二人は大丈夫なの？まあ、もっとも、メディカルチェックしている暇なんてないけどさ。サラ、アムドゥスキアに何があるの？私にもわからない。シャオは行けとしか言わなかった。でも、なんとなくわかる。あいつが何を求めているのか。あなたがシャオと初めて会ったのも、あそこだったはずよ。そう。竜族の長、ロウカミツとの交流。それ以外には考えられない。きっと、あそこで何かがわかる。そうなんでしょ？シャオ。シャオの縁者である私が行かないと意味がないのよ。まとい的に言えば、ここが無理のしどころって感じかしら。もう待っていましたよ。え、クーナちゃん、どうしてここに？竜族の皆さんは、その、なんていうか、遠慮がない方々が多いので。遠慮がないって、どういう？警戒は不要ですよ。これは挨拶のようなものですから。遠慮がないとはこういうことです。私は竜族とは遠からぬ縁もありますし、よければ案内役としてついていこうかと。それに現状はどこから敵が来るかもわかりません。戦力は少しでも多い方がいいはずです。相変わらずですね、レラ。私たちが来るのが分かっていたんですか？ハミズ様のお言葉、皆が来るとおっしゃっていた。竜のカンナギ、コのレラ、アークスのみんなを迎えに来た。ハミズ様はお会いになる。私についてきて。アークスの危機は存じているが、あなたが息災なようで何よりだ。アムドゥスキアの老竜族、ロッカミツ、シャオの指揮。いかにも、あなたの内から彼の子を感じる。話には伺っていたが、こうして会話をするのは初めてとなるな、シャオのカンナギよ。あなたたちの表現で言うならば、シャオの縁者が正しくなる。だが、この言い換えにより、私の言いたいことが
あなたたちに伝わったと考える。私とレラが同じ存在？じゃあ六花蜜、あなたは？その通り、私はアカシックレコード惑星シオン模倣隊、その行き先の一つである。私は中期模倣隊、同時に生み出された兄弟とも呼べる模倣隊があった。だが私ともう一つのシオン模倣隊は、それぞれ模倣というにはオリジナルから不足しているものがあった。私は演算能力が劣り、もう一つは処理能力が劣っていた。二つが一つになればと、どれだけ嘆かれたかは想像に難くないだろう。当時のフォトナーの凄まじいところは、その嘆きを現実にしようとしたところだ。私ともう一つを融合させ、完全なるシオン模倣隊にしようと画策し、その考えは当然失敗する。結果生まれたのがこの星だ。惑星アムルスキアの起源はそこにある。連勝として残した天国竜テリオ島と地獄竜カッシーナの争い、それは対となった模倣隊の激突を表したものだ。だが私はそれを忌まわしいとは思わない。フォトナーを恨んでいたりもしない。そのような感情は私に存在しない。私はここでしか得られないものを得ることができた。それで十分と考える。もっともカッシーナがどう考えているか私にはわからない。シャオが消える間際にアムドゥスキアに迎えって言ったのは、あなたを新しい管理者として迎えるため？いいな、それでは状況は変わらない。私はシャオの演算能力に及ばない。それではただの間に合わせとなってしまう。それじゃあどうすれば？カッシーナは眠っている。私と衝突し、その衝撃によって目覚めぬ眠りについた。今はアムルスキアの地中深くにいる。地獄を支える者として器のみがそこにある。教えて、そのカッシーナの眠る場まではどうやったら行けるの？カッシーナのうちに、あなたのうちにあるシャオを移すつもりか？移動に失敗すれば、シャオのみならず、現在の器であるあなたの身すら危険にさらす。あいつが戻ってくるにはそれしかない。だからあいつは、私にここへ迎えって言ったのよ。それにね、私もやられっぱなしは性に合わないの。シャオは私の命を二度も救ってくれた。その恩を返したい。皆を守るために必要なのです。どうかお願いします。
人の意志は格美しくあるべし。その意志を承諾するカシーナのもとへ誘おう。この俺ら、彼らの案内を。はい、カミツ様。レラが案内役？その大きさで火山洞窟の奥深くについてこられるのですか？ふんふんふん、アンズルナ・クーナ、こんなこともあろうかと。知人だ。体を構成する粒子の大きさ、反りの調整などカンナギにはたやすい。レラが来もならば私と連絡も可能。向かうといい。カッシーナのもとへ。わからないことがある。どうしてフォトナーの末裔に力を貸す？オリジナルが望んでいるからか？いや、シオンの願いは違うよ。シオンの願いはたった一人を救うこと。サラを助けたのも、ここで助言するのも、それは僕の自由意志によるものさ。もっとも、それすらシオンの手のひらの上なのかもだけどね。なおさら理解できない。シャオ、あなたはその先に何を求める？硬いな、カミツ。僕はそんな大層なものを望んじゃいないよ。ただ、あえて言うなら、人の意志が私たちを超えていく様、それを私も見届けたい。ここがアムドゥスキアの最深部？そう、不可侵領域、地獄竜母。私も入るのは初めて。しかし、この様子、海底区域のようにも見えます。ハミズ様は言う、しかりと。深淵なる闇、活性により変質した領域、それと同じ。これもあの時、私とアイカちゃんが無理しちゃったからなのかな。いえ、あれともまた違うようです。ここはもともとこうだったかのよう。いかがですか、レラ。コーナの言う通り、地獄竜カシーナへ通じる道は元よりこの状態にあった。アークスの言う海底区域が出てきた時はカシーナの覚醒を疑ったと聞く。これがカシーナの望んだ竜の形、アムドゥスキアの形なのだろうと。この場に残りし竜たちはカシーナの影響で狂乱している。敵味方の見境なく襲ってくる。それゆえ誰も入らず近寄らず、カシーナは一人眠りにつく。この奥にカシーナ、シャオを元に戻す鍵が。シャオ君に戻ってきてほしいのはみんな同じ気持ちだよ。でもだからこそ焦らないで、サラ。大丈夫だから、さ。
なた、まとい。そう、心配するな、アークスのカンナギ。私がついているからな。砕く！
なものか、こんなものか、認めぬ、認めぬぞ。竜族は襲ってくるけど、それだけね。うまくアークスの艦隊が敵を引きつけているのかしら。そちらのカンナギは心配性だな。この場は危険でもあるが、聖域でもある場だ。何人もそうやすやすとは入ってこられないぞ。レラ、下がってください。フォトナーの兵、敵の艦隊はクラリス・クレースちゃんたちが相手しているはずなのに、どうやってここに入ってきた？痕跡はない。あなたやマトイの座標情報を追跡してピンポイントで転送してきたってことね。考えてみれば当然か。今まで私たちがダーカーに対しやっていたことと同じなんだから。情報の優位性がひっくり返ってる今、どこから敵が来たとしてもおかしくない。放っておけばさらに送り込まれてくるでしょう。それしかありませんね。
強さで一時はなし。避けてみよ。ここだ。やるよ。マレス、死ぬ。Completed!